どうも、クマオカです。今回も最新作のホラーゲームやっていきましょう。今回は、インビテーション・トゥ・フィアーというホラーゲームですね。こちらのゲームですけど、マルチプレイができるゲームとなっていてて、ちょっと、スチームの方の動画とか見てたらね、何か面白そうだったんですが、まずはシングルプレイでやっていきたいと思います。まあ、クリアできなくても、こういうモードだよっていうのを、皆さんにお見せできたらなというふうな感じなので、まあ、クリアするつもり、難しかったらね、するつもりはありません。どういったゲームでしょうかっていうところですね。感度をちょっと最適化しました。うわー、学位ね。OK。ゲームルール。ようこそ。突然のことで驚かれたことでしょう。ここはどこというのは当然の疑問ですよね。ここはゲームの会場です。招待状を受け取った人は全員ここに連れてこられます。さて、これからあなたのために用意した特別なゲームが始まります。まずはこの部屋にある鍵で扉を開けてください。素敵な世界があなたを待っています。詳しいルールは次のページをご覧ください。武器を手に持ち、呪いの像を破壊しよう。像を8個破壊するとあなたの勝利です。走ると足音が大きくなるのでお忘れなく。もちろんしゃがむと足元は小さくなります。しゃがむ。ああ、コントローラーでもできるんだ。フラッシュライト、これね。ああ、ちょい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 。アイテムを使う。スロット変更。1、2のアイテム落とす。あ、なるほど。これで終わり？なるほどね。あ、でもだいぶ走れそうだな。てか、翻訳がめちゃくちゃ、あれだね。しっかりしてるわ。使い捨ての鍵。敵はどんなやつなんだろうか。こういうところにも鍵あるのか？開くね。メディキットと黄色いポーション。何に使うんだ？箱の中とかは特になさそうだね。で、ドアを開けるとかもなさそう。8個の像を壊せばいいんだな。まあでもだいぶ、ああ、これ？あ、ちょっと待って。なんか飲んじゃった。ポーション飲んじゃった。筋力アップ。武器。これ？ああ。なるほど。でも多分レンチ1個じゃ無理だよね。だいぶ長えな。この音も聞こえるんだろうね、相手に。隠れるとかねえのかな？ハイドがねえな。あ、下がある。武器はこれだけじゃねえはずだ。スロットがいっぱい。なるほどね。捨てる。拾う。使い捨ての鍵。あ、ちょっと待って。いるっぺーな。ちょっと回復いらんな。近いのか？いや、近くはねえぞ。医療キットあり。これは、今拾えないけど、何なんだろう。ポーション。さっきの筋力アップだったよね。近い音がするな。敵の声が。あの目赤かったやつ、多分あれだ。そこ通ると笑って場所を教えちゃうやつだ。なるほどな。どうなんだろう。走ってさ、やり合える相手だったらさ、全然走っちゃうんだけど、まだ道すぎて。
あ、開いてんな。ああ、多分ここ通ったってことか。ポーション。ポーションの効果知りたいから、一旦。あ、これも筋力アップだ。なるほどね。で、像がねえんだよ。あ、近いかも。いた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 。割と走ってんな、アホみたいに。ああ、これは、もしかしたら、いいやつかもしんない。象を壊すのに。たださ、向こう側、まだ上の方とか調べてないから、ちょっと上行くわ。あ、近いかも。はあはあ言ってんぜ。結構広しだね。ポーションとかめちゃくちゃあるな。結構広し。今んとこ音立ててないから。全然だけど。まあでもちょいちょい聞こえるな。象がねえぞ。ちょ、今のやばいな。象がねえぞ。あ、あった。多分速くなってくんだろうね。そんな感じはするわ。ただ、難易度があって今簡単だから、どうなっていくのかっていうところは気になるところ。近いか？多分こういう音はね、多分そう、あ、フライパンか。そこまでだと思うんだよね。下にいる？あ、来てるわ。あー、やっぱ行くんだな。一体じゃねえ？まさかの二体？まさかの二体だな。ちょっと、ここは大丈夫そうだな。この上は何？おしゃれなだけ？まあ、おしゃれでも何でもねえけど、クマカにとっては。マネーキン、あ。はあはあ、聞こえない。これで3つ目かな？オッケーオッケー。マネーキンがいて。ここに来るから。なんでやねん。一旦ここで。あ、ピッケル。入ってた。速えな。走ってるとどうなんだろう。ガチャガチャガチャン。飛んでった？ああ、す。
リスポーンする系かも。リスポーンっていうか、ワープする系かも。あのマネーキン、目赤いわ。こいつは大丈夫。ポーチョン欲しい。範囲があるだろうな。どっかでガチガチやってた。近いな。一旦大丈夫そうだ。はあはあ言ってんね。まだ1回もあるんだよな。近い？おやば。まだ上回るんかい。もっと上回るんかい。来てるは来てるか？バット？これはあれかな？戦えんのか、これ。近いな。戦えるかもしれんな。うわ、見てるわ。おお、逃げれず、完全一発アウトだ。今さ、ドアのとこでフフフフって言ってたね。いや、戦えるとかねえな、多分。あ？触れるとかねえんだよな。てか、バットどこ行った？てか回復薬あればいいのか。なんだ。治療中。なるほどね。一回で一発死じゃねえってことだな。さあ、やってしまおう。これで四つ目。ただ走っても負けそうじゃないので、走りますね。とりあえず向こう行って、飛ぶか？あ、違うとこ行った。近いか。焦るな。やってしまえ。さあ、これで5個目。まあ8個っていうのがいいかもしれんね。適材適所だ、適量かもしれん。ちょっと離れるね。おお、いる。
ダッシュ。下行ってみるが。あ、来てるわ。早え、意外と。多分資格があると多分追わなくなってくるはずなので。あ、スタミナあるわ。うわ、やばくぅ。飛んだな。あれ？威力立ったわ。間に合わない？うわー、あなたは死んだ。なるほどね。いや、面白いですね。まあ今のはワープしてっていうことじゃないのかな。やべ、めっちゃ笑われるじゃん。はい、ということでインビテーション・トゥ・フィア、マルチなんだよな。これすごく楽しそうですね。まあ簡単、やることは簡単なんだけど、難易度として悪夢っていうのがあるので、まあ多分簡単であればスッと 3,4 人でやればいけると思うんですけど、これ多分悪夢ナイトメアってところは難しいんじゃないかな。まあとりあえず熊川シングルとしてのプレイをやっていきますが、また、周りにいる方、ぜひね、一緒にやっていただける方がいらっしゃればぜひ一緒にやりましょう。いや、面白いゲームですね。単純、やることは単純で、アイテムもそう複雑ではないので、まあこの悪夢っていうところがどこまで難しいか分かりませんが、もしかしたらスッと終わってしまうかもしれないし、この悪夢がめちゃくちゃ悪夢かもしれないし、まあそれならそれで楽しくやれればいいかなと僕は思いますのでね。まあとりあえず熊川は簡単で、クリアを目指していきたいと思います。一番最初の表示がこれだったんで、多分すぐできるとは思いますけど。はい、ということで今回のこの動画はね、ここら辺で終わりたいと思います。最新作のホラーゲームとかやってますのでね、もしよかったら熊岡の、あのホラーゲームのチャンネル登録していただけたらと思います。あと動画に対してのね、高評価や、コメントの方ぜひよろしくお願いいたします。コメントの方はもう本当にゲームが面白かったとか、ゲームこうだったとかでもいいし、いろいろもう普段なんか言えないこととかでもいいのでね、簡単なことでもぜひ送ってみてください。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。インビテーション・トゥ・フィアでした。終わりです。あと何個だっけな。あと何個だったっけ。忘れつんだ。いやでも行ってないとこ。多分いろいろあると思うけど、エイドしかねえんだよな。鍵が意外とない、今回。あ、そこにもあるわ。じゃあ来るな。これは急げ。意外とハッて言った時が上だ。ハッて言った時が多分あれなんだよね。
あれ、いなくなっちゃったみたいな の時なんで。あと何個だ。今バレてない。バレてるー。そっか、物を置くときバレるんだ。なるほどね。物を置くとバレるわ。いや、バレた。意外と繊細で、大きい足音もバレるから、この直線とバレるかな。あ、意外と OK。 ちょっとこのまま上の真ん中やりてんだけどな。こいつが意外と鬱陶しいんだよね。よし、どっか開けた？どこだ？来るかい？鍵はねえんだな。意外と？ああ、来てないね。多分どっか行った。あ、下か。いや、向こうの通路。向こうの通路？いや。あぶねえ。負けるのかこれ。結構大変そうこれ、走るの。角っこで、そう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 、母言わせれば意外と。ここでスタミナも回復できるんじゃないか。ちょっと上行ってみるか。あそこにあるわ。これで何個目だマジで。意外といけるか。ダメだ、角っこ使って早い。早かったな。意外と早かったな。ちょっとこれは簡単ではないかもしれない。あと救急が欲しいな、どっかで。で、多分下ねえんだよな。ん？これで最後か？いや、上になんか鍵開いてないとこあった気がするんだよね。だわ。
やべ、マジで早い。持っててもいいと思う。鍵がね。鍵がね。どこだ？こっち側か？あれ、こっち側行ってねえか、まさか。いや、行ってるはずだよな。鍵がね、じゃあのポーション飲んどいていい？敵が来ているか。あった。で、どこが開いた？これで8個じゃねえか。下行ってる、下行ってる、下行ってる。いや、でもこっち来てんな。どうだ？来たー。20分近くかかったね。生存人数1人。恐怖を打倒した。いや、とりあえずクリア。できた。やったな。達成感やっぱあるね。いや、でも、なんか徐々に走るスピードは速くなっているのと、鍵がやっぱり見つからなかった。たら入れないところがある。で、今1個鍵があったんだけど、別にそこは多分必要なかったところなのかな。そういったところを含めると、あとポーションのアイテムの使い方かな。体力と第6感、この2つかなり使えるので、そこをうまくやっていけばナイトメアの方もいけると思うけど、多分1人じゃ無理だね。いやー、面白かった。はい、おまけ動画でした。ご視聴ありがとうございました。